試し引き。はい、こんにちは。こんにちは。ということで、はい、できましたよ。何が？これ。何ですか？おお。これは？これリットさんから届きました。これはびっくりじゃないですか。試し引き T シャツ、ちょっと見せて、見せて、見せて。大きい。ドン。これですよ。試し引き、ドン。ね、T シャツ作ったんですよ。うん、ね、夏の終わりに。確かに。夏の終わりにできましたよ。ね、いや、まあ、まだこれから年中着れますから。うんうん、これね、まあ、どういった経緯でこう作ったかと、手島アートマガジンさんの取材をね、GIU で、イノベーション大学でちょっと受けさせていただいて、うん、まあ、その時のやり取りの中で、うん、T シャツ最近やってるんですよねみたいな。リートさんがね、うん、TOD って言って、うん、T シャツオンデマンドって言って、いろんなアーティストさんとかとギターブランドとか、うん、T シャツ売ってらっしゃるんですけど、まあそこで試し引き T シャツもどうでしょうっつってオファーいただいたんで、もうぜひっつって、なんでニヤニヤって、まあそんなことはなくて、まあ普通にメールでね、淡々とやり取りがあったんですけど、どうでしょうねみたいな、うん、ああぜひやらせてくださいみたいな。で作ったのがこれと、早かったでしょ、パパと、うん、早かった、一瞬でできたんですけど、うん、これはまあなんでかというとですね、 GIU でこんなんやりたいんですけど、試し引き T シャツ作りたいんですけどどうですか、言ったらもうパパーンと3年前の方がね、うん、デザイナーさんがいてパパッとやってくださったと、すごいね、すごいでしょ、もう 瞬発力ですから、これ自分一人じゃできないですよ、なかなか、うん、これパパって書いてよ、でもいろいろありますから。そうなんだ。そうね、解像度とかまあいろいろあるんですよ。そういうの僕わかんないんでね、うんうん。ちょっとやってもらったんですね。ということでちょっと全種類どんなあるか紹介しましょうか。はい。はい。はい、ドン。っていう感じでこんだけありますよ。うん。たくさんありますけれども、まずこれいきましょうか。うん。これデザイン。ロゴ。試し引き。ドフ。ね。はい。これももう文字シンプルな、うんうん、これね、某アーティストさんのねライブでも着てみたんですけど、ね、黒でお願いしますって言って、あ、じゃあこれ着ていこうって言ってね、うん、本番なのに試し引きっていう、かなり突っ込まれましたけどいつまで試し引きしたんだよね。これはシンプルで可愛いね、いろいろ加工して、オリジナルのやつを作ってもらいましたけれど、うん、はい、これはもう着れる、着やすいで、はい、次、はい、これはもう僕ですね。そうだよね。こんな可愛くないけど。なんか某王子様っぽいよね。ああ、そうね。星のなんちゃらさん。はい。これゆるい感じなんだけども、うん、なかなかこれ描くの大変だったって言ってたよ。へえ。描けそうで描けないね、うん。そうなのよ。こんだけぶっといこう線でしっかりしたやつでゆるい。それはちゃんとカズちゃんってわかるしね。その動画によく出てくるそのタイトルコールの時の格好ですね、多分ね。ああ、黒以外着てた時期の。そうそうそう。でんでってって試し引きっていう。そうね。はい。可愛い。そういうやつです。うん。はい。はい、じゃこれ。はい、これね、さっきも見せたけど、これは僕が書きました、うん、いろいろ好きな似た機材の機材チャンネルなんでね、ちゃんとここ試し引きになってる試しとか、そうそう、試とかになってる、そうそう、うん、まあ、あの某社のなんちゃらに見えると思いますけどね、全部ね。はい、一応そういうの書いたらダメでしょ、多分ね。うん、何が書いてあるか分かる、これ知らんよね、これがこれルンバじゃないルンバじゃねで、これがね、UFO のホホールファイアロみたいな感じのね、うん、これヤンマッハみたいなこれ何、うん、あー、オーヘル、うん、合ってる、うん、これこれは、知ってるよ、何なんだっけ、あ、くせえ、あ、そう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 、お、知ってんのそれ、あ、知ってるよ、お、そう、すごいね、これこれ、これは、うん、これに、あ、違った、これですね、あ、思ってたのか、違う、これ見たことあるね、これ、うん、これ、うん、あ、おお分かってね、そうそう、この辺ね、マイクプリっぽいねとかね、マイクとかね、これフフ、あ、オフ、こっちだとかね、六角レンジとかもあるのよ、これ、うん、あ、そうなんだ、これなんやろね、あの、カポ、お、そう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 、これ言って大丈夫、カポ大丈夫、これ謎でしょ、これ最大の謎だと思う、これ、うん、玄魔ってやつ、これハムバッカーピックアップですちょっと、どこの部分、ごめんよ、これ、あ、これ、え、こ
そうそう、そのピロピロは中、ピロピロ中の配線ね。あ、そうね。はい、そういうやつですね。はい、かわいい。うん、これいいっしょ。うん、はい、で、これ空張りがあるんですよ。うん、その白バージョン見して。白もかわいい。やっぱ黒しか着ないおじさんは僕なんですけど、あの白も着るでしょ、みんな。うん、うん、なので白もあった方がいいかなと思って作りました。で、サイズも S から XL まであるそうなんで、うんうん、そのサイズ表とかはサイトに載ってあるので、ご自身のサイズに合わせて買ってください。僕はもう XL ですね。ライブでは M を着たんだけどね。ちょっとそうあの時は XL がなかったのよ、まだ、あ、プロトタイプで、うん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 、で、まあ、購入方法としてはその TOD というサイトに行ってもらって、うん、でそこでパッと買えるんで、うんうん、で今回期間限定でね、3ヶ月でもう終わりです。もう売りません、これ。なんで？だってその方がいいじゃん。ずっと売れてたらなんかあれでしょ、もうレア感がないでしょ。まあまた買えばいいかな。うん、ユニクロ T シャツとかでもさ、こう期間限定か、あ、ちょっと買っとこうってなるじゃん。確かに確かに。そうそう、まあ次回があるかどうかはまだわかんないですけどね、うん、あ、トートバッグとかあるみたいだからね。へ、それ作れるのか今ちょっと問い合わせてるけど。あ、そうなんだ。うん、楽しみ。で、これをね、いっぱいあるんで、ちょっと実際着てみた方がね、うん、そうだよね、雰囲気わかると思って、うん、あの、まあ、材質とか質感とかはね、結構ね、しっかりしてるんですよ。うん、うん、割とね、でも硬くないよね、これ、硬いのとかあるの？あるそういうのじゃないね、うん、これは質感はいいと思いますんで、うん、ぜひね、お家でも寝巻きにしてもらってもいいと思うんで。やっぱこれは楽器屋さん行くときに着る、うん、楽器屋さんね、うん、これみんなこれ着ていったらいい。そうそう、もうあの、じゃあ楽器屋さんに本気で行くときに着てください、これ。本気で今日買うっつって、うん、それはもう共有しといて、その楽器屋さんも、あ、これ着てるやつちょっとやばいな、やばくなってこれはちょっとガチで接客せんとあかんなみたいな、今日本気で着てはるかもこの人みたいな、うん、っていうのをしとけば、うん、もうマッチングが素晴らしいでしょ。そうだね、うん、お客さんとスタッフさんの、うん、あ、この人ガチやつ、ガチの紹介せなあかんこれで、お客さんはビキティを着ていけば、うん、圧倒的なプライオリティじゃなくてコンプライアンスじゃなくて、なんホスピタリティでホスピタリティを受けられるとね、そういう平和につながる T シャツしましょうね。うん。いろいろこじつけて売ろうとしてるね。はい。ということで、じゃあこれはね、いろいろデザインあるんで、はい、ちょっと着て、くるくる回ってください、ぜひ。わかりました。はい。じゃあその続きは、たまちゃんチャンネルで。はい。はい。ということで、そちらもリンク貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。買ってね。期間限定です。お願いします。